川柳でスプロケとスロットルチューブを変更して確かな手応えを得た俺ちゃん。そのセッティングが音切れでも通用するのかテストに行ったのであった、前回変更した内容はスプロケフロントを一丁を下げて、全体的にショートにしますと。でショートにしすぎたことで、乗り味がちょっと難しくなるのでスロットルチューブをテーマーにしてハイスロの逆のやつね、あの開け始めをこう緩やかにアクセルが開くように変更しましたと。今までは、元ビレは3速だけで走ってたんですよ。 350cc あるとそれでも走れちゃうから。でも今はショートにしたことで、あ、300馬さんがインからさらっと抜いてきました。あ、何の話だっけ。そう、ショートにしたことで3速と4速で走ろうと思ってるんですよ。250cc の人は何だっけ、2速と3速と4速使ってんだっけか、違ったか。いや、まあ、とりあえず3速と4速を使えるようにちょっといろいろセッティングを変更しましたと。さあ、前にいらっしゃるのは Twitter で知り合った神さんですが、 CRF25 かな、ちょっと青いんで最初見た時は CRF に見えなかったけど、さあこうインを刺そうとしても全然動じねえな、おかしいな。こう俺の脳内が動じてくれて道を譲ってくれるはずだったんだけど。というわけで、まあ、ちょっとしばらく追走してるわけですけども、まあ、追走っつってもね、わりかし俺も必死だから、もうこのツルツルの元ビレよ、いつまで経ってもこうこのマディがね、マディってか散水後がね、うまく走れないんでね、ちょっと普段は動画に出さなかったんだけど、ちょっとこういう動画も出して練習してますよと。ホルムのマディもちょっと頑張ってみようかなと思ってるわけですよ。いやー、最近ようやくバイク乗れるメンタルが整ってて、ずっとなんかね仕事が忙しくて全然バイク乗ってもなんか楽しくなかったんだけど、いや、ようやく気持ちが上向いてきましたね。タイムは1分15秒だとどんどん下がってるような気がするけれども、1分15秒か、遅えな、これは遅いな。いやー、ちょっともうちょっと一応上級枠も走ったことがある人間としてこのタイムはどうなんだと。まあしょうがないと、人間にはスランプとかいろいろあってこうタイムが上がったり落ちたりするわけですよ。いや本当ね、スリッピーだよねここね。なんで俺のバイクにはトラクションコントロールがついてないのかと本当に疑問です。気分転換も兼ねてちょっと新しい KTM かなんか買って、そしたらトラクションコントロールついてるから、それでね買い替えようかなと思ったんだけど、言うて高いからね KTM とかね、100万近くしちゃうから中古でも、そんなもん買ってられるかというわけで、スプロケとスロットル中、ああ早いな、もうおすげえ、リアが暴れてる、ちょっと頑張ってついていけるだけついていこうかな。もう冬はねもう日が短いから、もうすでにこう影になってる部分がコーナーのいくつかにあって、そこが全然読めないわけですよ、路面がどうなってるのか、怖くて使えないわけですよ。なので怖いと縮こまってアクセルが開かなくて、アクセルが開かないとブレーキングがあんまりブレーキングしなくて、そうするとコーナーがうまく曲がれなくてという悪循環になって、こういうタイムになりますと。そんな時はちょっと速そうな人をちょっと頑張ってこう追いかけてみて、ついていけるところまでついていってみて、ラップタイムをちょっとラップタイムの気分を盛り上げてこう頑張ろうと、あわよくばちょっとバトルとかしてみようかなと思うんですけど、バトルさせてくれる感じじゃないね、そうじゃないね、早いね、早いな、お、また取れた、あ、この人、お、すげえ、右足プランシュ、
右足ぶら下げてすごい、おー、すごいな。トラクションコントロール欲しいなとか言ってる俺をリアタイヤをブリブリ滑らせながら片足で抜いていきました。すごいな RM125、 昔欲しかったわ RM。 もう今ツースト125なんか YZ しか残ってないからね、国産はね。あれはもう希少なバイクなので、こうやってこう鈴木が好きな人がブリブリ乗せてくれるといいんじゃないですかね。あ、また別の鈴木が俺の後ろに、また別の RM か、やべえな。ちょっと頑張って1分11秒になったけど抜かれまくってんな。もしかして俺今邪魔かな、19枠で今俺邪魔な人かな、初級枠に行った方がいいのかな、これは。あ、ちょっ、あー、すみません。あー、そういうラインで抜かしていきゃいいんだね。なるほどね、勉強になりました。ラップタイム1分10秒、1分10秒だよ。ここ怖くてね、壁使えないんだよ、見えねえんだよ、曇りてね、日陰になってて。あ、ラップタイム1分10秒か、やべえな、ブリブリ抜かれてんな。中級枠でこうマディで頑張ろうと思ったらどのくらいのタイムがいいのかな。1分5秒とか6秒とか、それぐらい、それぐらい目指せばいいの。ちょっと考えてみようかな。おかしいな、一応リアタイヤのこれ空気とか空気圧抜いてちょっとでも楽できるようにしたつもりなんですけどね、全然。あ、でもあのスロットルチューブテーマーにしたことで無駄なリアタイヤのね滑りが減ったような気はする。あ、69番さんまでがどんどん俺を抜いこう。いやー、ちょっと、いやでもアウトから、よしよしよし、イン側はもうツルツルだからね、そう簡単にはね、あのラインから抜くのは難しいですよ。いやでもすごい、ずっとロックオンされてるな、邪魔だなこいつとか思われてんだろうな俺。さあ今前方にすごい衝撃的な乗り物が、この日俺が見た中で一番衝撃的な乗り物、この右前のグレーのウェアの、グレーか、ちょっと濃いグレーのウェアの人、青いバイク、あれは電気バイクですよ。すごい、なんかね、なんかちょっとごついチャリンコみたいな、これ右前のすごい電動バイクですよ。すげえ欲しいと思ってた。あ、バンバン俺抜かれてんだ。これすごい、あれいくらぐらいするんだろう。欲しいですね。1分10秒でした。続いてこれが5本2本目かな。だいぶ路面が乾いてるけど、まあまだねいくつか滑るわけですよ。まあそれでもまあ頑張りましょうと。こうどんどんこう1コーナーまでのストレートが半分ぐらい使えねえわ。使えねえっていうのはあの日陰で見えないのね、どこなってるか全然わかんないから。で今ね304番さんがなんか全然飛ばしてないんだよね。この人こんなゆっくりなわけないんです。マシンの調子が悪いのか、なんか縛りプレイしてて早く走れないようにしてるとか、なんかね、そういう感じがする。まあまあまあ、向こうがねどういうつもりで走ってるかは知らんけどね、ワイはもうそこについていくだけだから、ちょっとでもこう自分より速い人をこうついていってバトルの練習として。あれこれは行かせてもらっちゃうのかい。ラップタイム1分2秒で304番さんが俺を前に出す理由は何でしょうか。答えは分かりません。
あれだな、多分俺を前に出すことによってもこう どっかで華麗に抜く練習をしようってことかな。おっと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 、あー厳しいですね。この日あの近隣のコースがどこもレースだったりイベントだったりで元ビレにね100人以上走りに来て、こう夏のプール流れるプールみたいになってたんですよ。この日はもうだから今日はベストラップ出す日じゃないなと、バトルをする日だなと思って走ってて、まあ抜かれまくってるわけですよ。このようにうーん難しいですね。まあ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 結構やっぱ一部スリッピーだからちょっとね難しい。午前中の方が多分タイムは良かったのかもしれない。さあ前方にいるのはハスクバーナのレディースの子かな。ハスクバーナいいね。ハスクバーナ次買い替えんだったな、 KTM じゃなくてハスクでもいいよなって思ってんだよね。あの海外のその YouTube 動画見てると評価的にKTM よりハスクの方があの足回りが柔らかくてなんか乗りやすいみたいなこと言ってんだよね。でもハスク高いからな。 KTM より5万から10万ぐらい高いのかな。5万から10万ですよ。どうなってんだよと、お高すぎるだろうと。今度ねガスガスって今度また KTM 参加になったメーカーが出ますけれども、ガスガスはなんだ KTM に7万ぐらいするのかな全体的に。どんなもんなんですかね。おすごい、なんか俺の後ろにいっぱい俺完全に獲物だよ。獲物すぎるだろ。まあ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 簡単に抜かれないように私もこう頑張ってますけれども、僕はまだねスリッピーなんですよね。アウト側のラインが走りやすかった。ここはもういいのが早いね。なかなかバトルさせてもらえない。多分俺の後ろは今すごい詰まってる。ちょっとね後でねこの動画見たら304番さんはFacebook の方でいいんで、あのこの時何を思って俺の後ろにいたかねぜひね教えていただきたい。ああ抜かれた、さらっと抜かれた。その俺の走りを観察したのか、俺をオーバーテイクする練習をしていたのかね、ちょっとね教えてほしいんでちょっとコメントしてみてくださいね。いやーそれにしても1分1秒か。一部滑りやすい路面があって俺苦手だから、まあ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 いいんじゃねえのかってなんだな。思ったよりこのスプロケとスロットルチューブ変えたセッティングはね走りやすいっていうか悪くない感じなので、もうちょっとこれに慣れてこう開けるところはもっとしっかり開けるみたいなのをやればタイム上がるんじゃねえかなって思うんだよな。1分2秒、ちょっとねやっぱライダーをなかなか自分の好きなラインを走れませんね。アクセル開けるといえばねこの日はあの上級枠もすげえいっぱい人がいて別の動画で開けたんですけど、 YZ の全日本出てる子なのかな、おそらくね、それがもうすごい急でこういうところをねアクセルズバシャー開けてルーストズボサー開けてあっちこっちでズバシャーズバシャーとルーストをね巻き上げながら走ったわけですよ。いいなぁ、あのズバシャーは。俺もそういうルーストをズバシャーって言うたびにやっぱアクセルを開けられるようになりたいなと。まだまだズバシャーはできないんで、いつかやったなああいう走行したいんだけどね。どうしても 安全策とかおとなしい地味な走りになってしまいます。なかなかねズバシャーっていう走りがねやりたいんだけど難しいね。
俺がやるズバシャーってのはこんなもんだよ。こんなもんフロントからズバシャーしましたよ。左のケツ打って痛かったです。はい、皆さんも転倒には気をつけましょう。フロントからスリップするともう何もできないんでね。はい、お疲れ様でした。